Japan Figure Skating Championships gold medalist Daisuke Takahashi.高いクリーンなトリプルフリップジャンプ、野性味のある激しさと憂いある曲調の中に見せる表情、トリプルルッツ。そして今シーズンは安定した4回転を繰り出してきます。 今フィギュアスケート世界の男子はトップに上り詰めるためには4回転がどうしても必要になってくる時代となっています。そんな中で今シーズン中盤から後半にかけて試合で4回転を成功させてきている、これはすごい自信になっていますよね。しかもプレッシャーのかかる舞台で、これが一つあるだけで全然ポイントが変わってきますので、そしてまあそのジャンプだけではなく 高橋選手のエッジワーク、そしてステップシークエンス、これがあれば、メダルは間違いないんじゃないかなと思わず思ってしまいますね。しかもジャンプを飛ぶ前と飛んだ後、本当に流れの中で、 これで戦いの準備は十分に整いました。技の切れ、そして精神的な強さ、豊かな表現力を持って3月の世界選手権東京大会へとぶつかっていきます。 チャンピオンにふさわしい胸張って堂々の演技。 ジャンプも先輩の本田武史さんからアドバイスを受けて、より確率が高まってきました。はい、まあ、今本田選手が高橋選手のサポート役として、コーチとしても見ていますからね、とても心強いと思います。 間の取り方といい、表情の作り方といい、うまいですね。その瞬間、黄色い歓声も上がりました。
トリプルアクセル。何年か前の高橋選手ですと、どうしてもプレッシャーに弱いですとか、ジャンプがなかなか決まらないということが多かったんですけれども、やはりそのフィギュアスケートをするための筋肉をつけるトレーニングを始めてから、試合でも本当に強くなりましたよね。そしてやはりトリノオリンピックでの経験というのが、さらに彼を進歩させているんだと思います。トリプルルッツ、本当に全く失敗するもうような不安さがないですよね。自らの感情の高まりがもたらした思わぬオーバータイム。これは年末のビッグプレゼント。言葉がいらないですね。思わずもうその世界に引き込まれてしまう。一旦曲が静かになった時点でリハーサルでは終わるはずでした。しかしそこからの迫力たっぷりのストレートラインステップ、これなら世界は小さすぎるかもしれません。